よかったね。ああ、恵まれました。やっぱ地元強いね。いやー、まあ、今回は5割増しぐらいですかね。いや、本当にね、普通地元3割増しとか言うけど、完璧にね。そうですね、なんかこう、展開も、悪いながらも、こう、ね、ピンチがチャンスになったような感じで。いや、今日もね、見てたら、ちょっと苦しそうな部分があったけどね、はい。そうですね、バックちょっと苦しかったですね。2センターぐらいで、はい、あの森沢来た時に、はい、ちょっと出られたじゃない。はい、あれも一回、うちから行ってね、森沢さばいて。あれちょっときつかったですね。いや、あそこ行けるっていうのは相当、ね。まあ、なんとか、熊本記念は結果出なかったので、うん、まあ、ここに合わせて、うん、まあ、うまくこう照準としてはあったかなというふうに思います。もともとね、この野球の記念に合わせてね、普段はね、そうですね、調整していって、はい、で、秋口からだんだん調子よくなるんだよね、本当は。いや、そんなこともないんですけど、意外とそんなケース多かったじゃないですか。そうですかね、ね、まあ、今回、それがここにうまく、そうですね、ね、はい、あったということで、はい、ね、周りも結構ね、配当見てもね、もっとつくかなと思って、意外とつかなかったし。ありがとうございます。え、地元のファン相当やっぱり応援してると思う。本当にありがたいですね。ね、はい、まあ決勝戦まだメンバー分かんないけども、はい、まあどんなメンバーになっても、はい、諸橋らしさみたいなものを頑張ります。出してほしいなと。はい、しっかり優勝目指して頑張ります。最後まで諦めないと。はい、ね、頑張ります。このバンクの特性はよく分かってるだろうし。まあずっとやってきてるんで、ね、はい、うん、うまく開けごまでもしてくれればいいんですけど、ね、うん、開けごまって言いながら走ったら開くかもしれないよ、はい、そうですね、うん、はい、頑張ります、はい、じゃあしっかりと頑張って、はい、ではファンの皆さん一言、優勝目指して頑張ります、応援してください、はい、頑張って、富田も喜んでるよな。やっと中野さんにインタビューしてもらった。